外せ外せ、今なら間に合う。あ、バレてた。今回なんですけれども、キャンピングカーのトラックを本日は進めます。そう、今日は残りのちょっとキャビン、あと2つやりたいことがあるので、それのうちの1つをやりたいと思います。はい、今回はちょっと初の試みで既製品をちょっと使ってみようかなっていうところで、買ったものがこちらになります。見えない。あのやるところは前のバンパーインパネルとか。あ、そうなんだ。インパネルとかいうね、あの運転しててこの辺にいっぱいあるやつ、はい、のそこのね周りを部分をちょっと今ボロボロなんですよ。そう、結構汚いので、ちょっとそれを変えちゃおうかなと思います。なんかさ、私パネルを外さないといけないと思ってたの。多分ね、かぶせる系っぽい。かぶせる系っていうのはどういうこと？だから外さないでそのままパチッとはめて。え、そうなの？そう、だからめっちゃハム早く。え、さっき開けて初めて気づいたんだけど。あ、これそうなんだ。1個いい？結構質いいね、これね。そう、いいの。めっちゃいいじゃん。樹脂だよね。樹脂。で、なんかこう、で、木目なんだね。木目のね。まあまあの金額するんだよね、こういうのって。5万円です。高かった。めっちゃ高かった。びっくりした。でもなんかさ、ほら、木でなんかやろうとかもあったけど、さすがにちょっとここは木は無理だ。木じゃちょっと無理だなと思って。って両面テープがめちゃめちゃついてるんですよ。本当だ。ってことは、多分かぶせる系なんだと思う。そういうことか。これついたら結構変わるんじゃない？そう。で、しかもなんかうちのさ、色合いとやっぱちょっと合うよね。いいよね、いいよね。めっちゃいいと思う。で、今回さ、だからその外すと思ってたから、このトラック用の星型みたいなやつ買ったの。なんかちょっと違うんだよね。そう、あのネジ、ね、ドライバーじゃない。そう、ドライバーじゃない。で、多分今回はこれはこれには直接使う必要はないけど、あの前の外したいもんね、あれ。なんかマイクみたいなやつとか外したやつあるから、その辺をちょっとやろうよ。あとあのサンバイザーとか、せっかく買ったし。これさ、並べてみる。下に並べてみよっか、うん、はい、これじゃん。多分大きいのが2つだったっぽい。樹脂だから結構強いはずだよね。うん、そうだね。うん、どこのそうここあれなのかね、当ててみないと、ね、これとかなんかこれすごいね。これ何左右ってことかな。あ、これなんかちょっと分かった気がする。これなんか入ってたけど、これ何？接着促進剤。なんかなんだ、タオルみたいなの入ってる。タオルみたいなの入ってる、ね、あ、じゃあこれを塗ってこれを貼るってこと。うん、まあいいや。はい、じゃあこんな感じですね。こんな感じだね。1,2,3,4,5,6,7個。じゃあやってこいよ。もうだから多分上からカポ系だよね、全部。そうだと思うよ。え、とりあえずじゃあカポしてみる。なんか一応こういう取扱説明書もちゃんと入ってた。やっぱりパネル貼り付け面にプライマー、多分さっきの促進剤を均一に塗り、剥離紙を剥がして十分圧着してください。じゃあ一回、じゃあとりあえず当ててみる。どんな、まずなんか簡単そうなこれとかいく？それ多分さ、ここっぽいよね。あ、お、全然違うじゃん。めっちゃすごい。え、全然ぴったりだね。ぴったりぴったり。これはなんかわかるよね、この2つは。でかいの行こう。でかいの、でかいの行こう。でかいのだから どっちがどっちなのか。どっちかだよね、多分。奥かこっちか。これ奥じゃない？やばい、これ絶対つくよ。あ、そう。お、すげえ。思ってたのと違った。普通にいいじゃんね。え、いい意味で思ってたのと違った。ね、あとはまあちょっとこれ。それ1箇所しかないんだね。これが1個しかないから、こうじゃない？こうじゃない？ここはこう。こう、おこうだ、縦ね。おお、ね、お、めっちゃいいじゃん。めっちゃいい。え、かっこよ。すごい。結構変わるね。高級車。めっちゃ変わる。うん、あ、で最後これだ。これ絶対左右だよ。あ、ここじゃない？あ、ここだよ。ここほら。ああ、そういうことか。すご。あ、すごい。すげえ。これはジャストだね。じゃあ貼ってく？うん、貼ってこうか。うん、これすぐ終わっちゃうね。これすぐ終わるね。はい、お願いします。促進剤出します。促進剤は使い捨てじゃないからどっかに置いとかないと。ビニールみたいなの入ってた。それはみ出しちゃいけないって書いてあった。え、この辺とか貼らないところにはみ出しちゃいけないって書いてあった。え、はみ出してるよ、もうとっくに。はみ出しちゃいけないって書いてあった。先言ってよ。じゃあこれもう貼っちゃうよ。いいよ。あ、貼れねえよこの。これ多分強力系だよね。うん、じゃあこれ持っていくぞ。うん、よっしゃ、来い。来たんじゃないこれ。それもうと全然大丈夫だね。大丈夫大丈夫。
よっしゃ、次行こう、次こうがいいよね。うん、まあ任せるわ。かわゆどうかな、いいんじゃない、結構うん、いいんじゃない、すごいいい、かわいい。ちょっと俺乗っちゃおう、ね、行きます。これ合ってる、本当に。え、合ってるでしょ、合ってるか。よし、これでいいよね。いいよ、これはあれだよ、穴がいっぱいあるから気をつけないと。やばこのさ横からのディティールがすごいのよ。すごいすごい、ここかもね、すごいね、はまってる、はまってる、はまってる。ハンドルをどう、いや、ハンドルは全然干渉しないのよ。はい、お願いします。ほら、こうだもん。このままこうかぶせればいいはず。やっぱ私苦手かもしれない。バイ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 、これいけてないね、いけてないね。あー、どうしよう、ヨッくんにバトンタッチしようかな。いいよ、別に。うん、じゃあバトンタッチする。バトンタッチするの？そんなのあるの？いくよ。うん。ちょっと、ね、いけてる？いけてない。あ、いけてない。あ、やっちゃった、やっちゃった。やっちゃった。やべえよ。外せ、外せ。今なら間に合う。あ、バレてた。こっち難しいでしょ。こっち難しい。でしょ。そっち側はゆっくんが見て、こっち側、あ、ここ割れてるよ。割れてるよ。割れてるよ。あ、ここも割れちゃった。もう全然ダメじゃん。ここがね、ちょっと割れちゃったね。ちょっと目立つね。まあいいんじゃない。自分たちで使うだけだし。まあ、そうだね。じゃあ完成。完成。完成じゃない。そっちやってない。あ、そうだ。じゃあここも行きます。よし、よし、行けたよ、終了。じゃああとこれ塗るか。これ塗るか。うん、これも取れました、スタンバイザー。スタンバイザーいらないもんね。そう、いらない、やっと取れた。うん、よし、持ってまいりました。オッケー、なんか久しぶりだな、この缶。なんか久しぶりね。5月だよ、5月。5月ぶりこれ。あれ6月かな、分かんない。あ、6月とかかも。そっか、俺何すればいい。見てる。俺見てるの。そういやでもほら、こういう時に使っていかないとさ、うん、せっかく買ったからね多めにね、買っちゃったんだよねこれはだからあれだよね、塗装剥げを防ぐやつ、やつだよね。まあでもね、うん、ここだけ綺麗にするだけでも結構変わるんで、ね、やっぱハイエースは木でね、うん、めっちゃ変わってるから。そうそうそう、ケースバインダーまだたっぷりあるよ。あ、そう、うん、確かに。あれだね、移住先に持ってって、うん、どこに移住するのか知らんけど。移住本当できんの？わからん、なかなか見つかんない ね難しい。基本も乾いてるな。どこ？あ、そこはいいのか。うん、本当は3時間ぐらい乾かさなきゃいけないんだけどね。でも結構もう乾いてないでしょ絶対。じゃあお昼食べるか、うん、しばらくちょっと放置で。 OK、うん、よし、じゃあ俺何もしてねえけどどう、固まった？うん、いい感じ。そう、うん、じゃあ塗るよ、うん、あ、塗るのも変わるんじゃないんだなんかいいじゃんこの色。やっぱ塗るだけで全然変わるね。違うね、うん、うん、じゃあ放置しよう。よし、放置、放置。はい、放置しましょう。よし、いいんじゃない。うん、じゃあつけるよ。うん、だいぶ乾いたね。乾いた、乾いた。ほら見て、濡れた、濡れた。うん、でも大丈夫だと思う、全然。あ、かわいいんじゃない。かわいい、ね、絶対かわいい。かわいいと思う。あ、いいね、なかなか。なかなかいい。うん、よし、入れたら、あ、かわいいじゃん。あ、オッケー、かわいい。で、ここはだから青くして、そう、青くして、青くして、うん、かわいい、うん、いいよね、いいと思う、めっちゃいい感じだと思う。あとはね、うん、これだよね。んキャビンは最後これだけ。これだけ、あの、今待ってる状態だから。そう、そう、ちょっとね、楽しみだね。え、でもそれありきのこの、うん、そう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 、青みたいなのもあるじゃん。そういうこと、そういうこと。いいと思います。じゃあ終わり？終わりかな。終わったわ。じゃあお疲れ様です。
はい、ということで今回なんですけど、キャンピングカー企画キャビン編ということで、ボロボロだった、インパネ周りだったりとかを高級車仕様にしてみたという動画でございました、はい、まあ、今回初めてちょっと車のカスタムっぽいことをしたなっていう ね、確かに確かに、もともとね中古で買ってるんですけど、まあ、以前のオーナーさんは、まあ、ちょっと配達とかをされてたみたいでボロボロになってるので、はい、まあ、そこをちょっとどうにかしたいなっていうところで今回購入したのが木目調パネルみたいなやつを買ったんですけど、はい、超楽でした ね両面テープでペタッて貼り付ける形だったのでちょっと割れちゃったんですけどそう、なんかね、取扱説明書に鉛筆で下書きするって書いてあったの、うん、え、そうなの？そうちょっとそれはだからそういうことだったんだよ。 そういうこと、ね、それでずれ、そしたら先にカポッてはめといて鉛筆でやればずれないからそれに合わせて貼ってくださいってことなんだ。そういうことね、そういうことでした。取扱説明書通りにやった方がいいと思います。なんで、まあ、ちょっとキャビンはあと1回次でちょっと終わりになると思うので、はい、ちょっとやりたいことはいっぱいあるんですけど、まあ、ちょっとキリもね、ないので、まあ、キャビンはこんな感じで、キャビンこんな感じで、あと1回で多分キャビン完成して、ね、あとちょっとなんで、はい、密室の方やっていきたいと思います。密室っていうかもう生活スペース、ね、ベッドルームの方もう少しで完成になりますので、はい、完成までお楽しみいただけると嬉しいです。嬉しいです、はい、ということで今回もご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。次回もぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。この動画がいいなと思った方はいいねボタンとチャンネル登録もよろしければお願いします。では、また